菅源太郎は日本の社会運動家、政治運動家、第一総合研究所研究員である。父は立憲民主党の衆議院議員で第94代内閣総理大臣の菅直人。母はエッセイストの菅信子。東京都生まれ。本籍地は岡山県水戸郡竹部町。弟が一人いる。武蔵野市立第6中学校に入学。 中学3年生で不登校になるも、1988年に卒業。厚生学園高等学校に進学したが、翌年5月に中退。後に大学入学資格検定に合格した。1990年5月、子供の権利条約の批准を求める10代の会を結成し市民活動を開始する。1991年1月3日、 福岡県内で開催された人権集会子どものティーチインでディスカッションの司会を務め参加していた富山恒和と論争した2000年5月選挙権年齢の引き下げを通じた若者の政治参加を目指してライツを結成2003年の第43回衆議院議員総選挙2005年の第44回衆議院議員総選挙に民主党公認で 居住経験のなかった岡山一区から立候補したが、いずれも自由民主党の愛沢一郎に敗れ、落選した。この時父、直人は、私が政治家なので、一般的には二代目と見られるのは避けられないが、私が選挙区を譲ったとかではないと世襲には当たらないという見解を示し、また、政治家として優れた人間がたまたま息子だったとコメントを続けている。2009年の、 第45回衆議院議員総選挙には、上日の二度の落選から民主党からの公認を得られなくなったため、立候補できず、岡山一区からは比例で、復活当選した高井隆氏が立候補した。なお、この選挙に向けての、衆議院全300小選挙区データブック2009年夏版の編著者となった。二千六年四月、京都聖華大学人文学部に入学。 2010年3月卒業。2010年4月、元岡山県議で民主党の関連団体に所属していた立花の民吉が代表を務める株式会社第一総合研究所に研究員として就職。ありがとうございます。